おはようございます。前回、緑の写真が出たと思うんですけども、今回そのカメラの楽しみ方のディープグリーン編をお届けします。この季節本当に緑が綺麗に見えますよね。目にもやっぱり優しいですね。皆さんも iPhone とか簡単なカメラでいいのでちょっと撮ってみてください。綺麗に写ります。ではちょっとやってみましょう。鳥の鳴き声が綺麗ですね。もうすぐアジサイの季節ですね。あ、この辺は結構もう少しで咲きそうですね。この辺もちょっと撮ってみましょう。まずはいつもと同じように絞りを16まで最大にします。そうすると画面が真っ暗になりますので、少しずつカメラに光を入れていきます。そうするとポッと綺麗な色合いが出てきますね。そしてアングルを決めて、余計なものを入れないで撮りましょう。綺麗ですね。ちょっとこの辺も撮ってみましょう。まずは絞りを最大の16にして、そして少しずつ光を入れていきます。なんか綺麗ですね。ちょっと山道に入ってきました。今ガサッと動きました。何かいるんでしょうか。綺麗ですね。楓が綺麗ですね。見上げると気持ちいいですよね。なんかトトロのようなひょこひょこっと生えてますね。あとこういう苔もですね、非常に綺麗なんですよね。苔を取ってみましょうか。非常に小さいですね。まずは絞りを最大の16にします。そして少しずつちょっと余計な木をどかして、なんか日本庭園みたいですね。ちょっと取ってみましょう。なかなか面白いですね。今回はディープグリーンというテーマですので、そういう時にはこういう木についた苔とかが非常に綺麗です。あ、これ可愛いですね。こういうのもまずはアングルを決めて、
絞りを最大の私の場合は16にしますと黒くなります。画面が黒くなります。少しずつ絞りをの数値を小さくしていってカメラに光を入れていきます。そして自分の好きな光と色合いを確かめてシャッターを押し込みます。はい、いかがでしょう。綺麗ですね。この苔のところにピントを合わせて背景の枝ぶりを構図を考えて撮りました。またこういったポコポコしているところも面白く撮れそうですね。ちょっと撮ってみますね。同じように絞りを最大の16まで暗くしていきます。そして少しずつカメラに光を入れるかのように絞りの数値を低くすると少しずつ画面に綺麗な苔が現れます。そしてアングルを決めて背景も考えながら撮ってみますね。はい、いかがでしょう。光も考えると非常に緑のグラデーションが綺麗ですね。はい、帰ってきました。なかなか綺麗ですよね。苔とか緑とか非常に美しい発色です。ぜひ皆さんもこの季節に挑戦してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。